駄菓子屋さんの様子が始まるよ。はい、どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、動画のタイトルの通りなんですけど、中継販売の方が一件入りましたのでご紹介したいと思います。久しぶりの中継販売っていうことなんですけど、なんと前回中継した岡山の亀の楽園さんですね、そこからまたお願いされました。整体の方は到着してからのねお楽しみということで、今日の16時ですかね、16時から18時の間に到着するということなので、その時ねまた動画回したいと思います。はい、ということでね、無事に到着いたしましたので、今からね開けていきたいと思います。大丈夫かな。九州はね明日は雪が降るので、もう今日からもう寒いですね。はい、じゃあ開けていきます。大丈夫かな。ん、お、二重梱包いいですね。なんか書いてる、市内東京 U って書いてます。お、あったかい、まだあったかい。岡山県から発送なんで、まだ北海道があったかいですね。すごいすごい。じゃあ開けますよ。はい、どうだ。お、これまたステッカーかな。お、来た来た。お、動いてる動いてる、よかったよかった。はい、生体の方はこちらですね、キボシイシガメでございます。まだベビーですね。はい、名前の由来は甲羅の部分に黄色い星のようなね点々があるっていうことで、そう言われてるみたいです。ちょっと水苔で見にくいですけど、この黄色い点々は甲羅が透けて見えてるみたいですね。すごいですよね、星のように綺麗ですね。はい、じゃあねちょっと状態確認のために一回開けてみようかなと思います。このね、背中のとこがはいはいはい、星が綺麗ですね。ちょっと持たせてもらおう。はい、はいはいはい、かわいい、かわいいわ。おとなし、おとなしくて可愛い子ですね。尻尾は可愛すぎ。すごいなんかかっこいいですね。かっこいい系のカメですね。すごい。顔のとこはね、オレンジで。はい。整体の方は何も問題なさそうですね。ということで、飼い主さんはね、もうすぐ到着するので、お迎えをね、待ちたいと思います。これがあの今届いたやつなんですけど、はい、これ多分あのカメの楽園さんがプレゼントの、あ、はい、多分ステッカーかなんかは入ってるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで、はい、ありがとうございます。はい、すごい可愛い。じゃああの住所とお名前だけ。あ、はい。
まだ北海道があったかいんで、これ入れてもらってますね。ありがとうございます。はい、はい、じゃあこれで、はい、これお控えで大丈夫。はい、はい、ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。久しぶりのね、中継販売の木星石神さんをね、見てもらいましたけど、おっさんね、ちょっと初めて木星さんを見たんですけど、綺麗な石神さんですね。はい、甲羅が透けてね、黄色い星が見えてましたけど、すごい綺麗でね、顔も可愛いし、ちょっと買いたくなっちゃいましたけどね。はい、そんな感じでね、中継販売店の方が今で7店舗ですね。全国に7店舗ありますので、お近くにお住まいの方はね、おっさんの店舗の爬虫類も購入できますので、まあ、何かありましたらね、お問い合わせください。はい、そんな感じでね、今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。